バージンアトランティック航空は、イギリスの航空会社で、大陸間の長距離国際線をメインに運航している。2020年8月4日に、アメリカ合衆国ニューヨーク州の連邦破産裁判所に、連邦倒産法第15章の適用を申請し、経営再建の途上にある、バージンアトランティック航空の本社ザオフィス、バージングループを率いるリチャード・ブランソンが、 大西洋横断路線を運行する格安航空会社として知られたものの大手航空会社による圧力を受けて1982年に破産したイギリスのレーカー航空のフレデリック・レーカーや同じく格安航空会社として道路線に参入したピープルエキスプレス航空の成功にインスピレーションを受けてバージンアトランティック航空を設立し1984年6月22日に ロンドンアトウィック空港ニューアーク国際空港線で運航を開始した。運航開始当初は中古のボーイング747から200型機1機のみでの運航であった。その後様々な機内サービスを積極的に導入したことが多くの乗客からの好評を受けて業績を伸ばしたが、レイカー航空同様にイギリスのフラッグキャリアであるブリティッシュエアウェイズから必要な妨害を受けた。 しかしその後も乗客数は伸び続け、機材を買い足すとともに、ロサンゼルスや東京などの主要都市にも路線網を拡大した。リチャード・ブランソンの母親は1946年にブリティッシュエアウェイズの前身である英国海外航空から分離し、南アメリカとカリブ海域路線を担当していたブリティッシュサウスアメリカン航空の元客室乗務員だった。 さらに1991年には、ヒースロー空港への乗り入れも開始したほか、ボーイング747から400や、エアバス A340 などの当時の最新機材を導入した。世界初のエコノミークラスへの個人用テレビの導入や、プレミアムエコノミークラスの導入を行ったほか、バーや理髪店も設けた空港ラウンジ、オートバイによる、ロンドン市内と空港間の移動サービスの提供など、 様々なサービスを積極的に導入することでも知られるようになった。バージンアトランティックのラウンジ、クラブハウスにおける軽食サービスは他航空会社で多く採用されているセルフサービス方式ではなく軽食メニューを見て注文する形式である。クラブハウスはロンドン、ニューヨークの JFK、ニュージャージーのニューアーク、ボストン、ワシントン DC、サンフランシスコ、ロサンゼルス、 ヨハネスブルグの各空港で運営されている。1999年には49%の株式をシンガポールのフラッグキャリアであるシンガポール航空に譲渡したが、2012年に同種式はアメリカのデルタ航空が買い取っている。関連会社に格安航空会社のバージンエキスプレスやバージンアメリカ、バージンブルーを持つほか、エアナイジェリアもある。 ロンドンイエンのイギリス国内接続路線は、ブリティッシュミッドランド航空とのコードシェア提携で実現していたが、2012年に BMI がブリティッシュエアウェイズの親会社であるインターナショナルエアラインズグループに売却され、BA に統合されて、以来、国内線を持たない状況となっていた。その後、同年11月に、旧 BMI が保有していたヒースロー空港の国内線。 発着枠を落札し、それを用いて2013年4月に初の自社国内線サービス、リトルレッドをロンドンへジンバラ線で開始した。2014年9月3日に路線ネットワークの強化計画と顧客満足度向上のための投資計画として大きな路線再編に踏み切ると発表。ロンドン初に東京、成田、ムンバイ、ケープタウン、バンクーバー路線から撤退。 これらの路線は既存の就航路線や定型ネットワークをもって同社の存在感を維持していく同社が保有する機材は最新鋭のワイドボディ機のみである。バージンアトランティック航空のボーイング747-400保有するすべてにニックネームをつけている。リチャード・ブランソンによればアッパークラスのサービスにおいて個人的なクラブでくつろぐような雰囲気に浸ることができることを 目指していたことから、その感覚の延長として、各機体にニックネームをつけるようにしたという。機材登録記号についても遊び心を盛り込んでいるものがある。例えば、すでに退役した機材では、1号機が G バーグで2号機が G ベジンとなっていたほか、東京旋開設置に導入した機材では、G 家をロサンゼルス乗り入れ時には G ベラックスと、 新たに乗り入れを開始した都市名にちなんだ登録記号を選んだ。また、G ブリップ、G ベンゲル、G バストなど女性に関連する言葉を登録記号に盛り込むこともある。バージンアトランティック航空が自社で発注したボーイング製航空機のカスタマーコードは 1R で、航空機の形式名は747から 41R となる。2020年の 新型コロナウイルス感染拡大による経営効率化により A340 から600の事実上引退747から400の運用停止退役及び A330 から200の2022年以降順次退役発表によって機内エンターテインメントシステムのベラタッチ化完了航空機に以下のメッセージが書いていることがある マインエスビガーザンユアーズバージンアトランティックが保有するエアバス a 三百四十から六百が世界で最長の胴体を持つ旅客機であったことから四エンジンズ四ロングホールもともとはエアバスがエアバス a 三百四十登場時に用いていたキャッチコピーをそのまま使ったもの競合相手であるブリティッシュエアウェイズが長距離路線にボーイング七百七十七やボーイング七百六十七 といった、創発機を用いたことに対抗し、4つのエンジンを持つ、エアバス A340 を強調したものである。このメッセージは2006年、バージンが創発機であるボーイング787の導入を決定した後に順次消された。なお当社は、2020年に運用機材が創発機のみとなった。アボイドザキューバージンが、ロンドン・香港・シドニー線に就航した時に、 使われていたメッセージ。この Q には2つの意味が込められており、q ズイコール行列と同じルートを飛行するワンワールドメンバーのカンタス航空イコールカンタスの2つを避けようとアピールしたものである。キープディスカバリングアンティルユーファインドザベストバージンがロンドンドバイ線に就航した時に使われたメッセージ。キープディスカバリングはドバイを拠点とする エミレーツ航空が用いているスローガンであり、それをもじったものである。BA Can't Keep It Concord Up。2003年夏に、エールフランスとブリティッシュエアウェイズが、コンコルドの運航を停止したが、その際、バージンは一機一ポンドで購入する意向を示し、強気な姿勢で臨んだ。しかし結局購入できず、飛行機の後部に、ブリティッシュエアウェイズはコンコルドを保有する余裕はない、はずだ。 と書いたのである。No ABA, AAA British Airways とアメリカン航空の提携が発表された際に No ABA, AAA と提携を非難するメッセージを書いた。これは、AA 米間で高い路線シェアを持つ2社が組むことに反発したものである。それ以降も航空連合の加入には否定的であり、特に両社によって結成されたワンワールドの加盟会社とは一切提携を 行っていなかったが、マイレージ提携先のマレーシア航空が2013年にワンワールドに加盟した。その後このメッセージは他のメッセージに変えられたが、2008年にブリティッシュエアウェイズ、アメリカン航空及びイベリア航空の3社による業務提携が発表された際に、英米2社による大西洋路線の独占につながることを危惧して一部機材にて、この表示を復活させている。 バージンの公式サイトには、ノ、no、ー ABA、AAA 専用ページまで用意されている。モアエクスペリエンスザンザネームサグジェス t ツ、社名のバージンという言葉は、諸女を示すものだが、その名前とは裏腹に同社が経験を積んだエアラインで、あるとアピールするものである。バッキングザビット2012年ロンドンオリンピックの共産企業になっていたことから、バッキングザビットとはそのまま、 入札を支援するという意味。なお、同じ文言は、ブリティッシュエアウェイズの機材にも表示されていた。スティルレッドホットフォー25ヤーズ、ラブアットファーストフライト2009年6月22日に、バージンアトランティック航空が、運航開始25周年を迎えることとなり、25周年、記念の CM などに用いられたコピーが、スティルレッドホットフォー25ヤーズと、 ラブアットファーストフライトだったことから、前者はバージンのコーポレートカラーである赤をモチーフとし、後者はラブアットファーストサイトをもじったと思われる。You r airline, SE the agat eat, ホワイトハズンと2010年にコーポレートロゴを変更したことに伴い使用を開始したスローガン。あなたのエアラインにはこんなサービスはありますかと問いかけ。 同社のサービスがユニークであることをアピールしたものである。また、これに伴って、グローバル向け CM の放送を行った。同社は、2014年に予定している。これにより、バージンアトランティック航空は、日本路線の運航から撤退し、東京都内にあった日本支社も閉鎖された。撤退以降は、コードシェアを実施している ANA が、成田ロンドン線の利用者を、 同社の羽田ロンドン線に振り返っているが、ANA の羽田ロンドン線の運行条件であった、成田線が廃止されたため ANA は国交省の暗黙ルールである、成田縛りに抵触している。羽田空港発疑惑、成田縛りも参照、その他の路線でもロンドン、ムンバイ路線の撤退、ロンドンヒースロー空港バンクーバー、ケープタウン路線の廃止も発表。 これらの路線は既存の就航路線や定型ネットワークを持って同社の存在感を維持していく予定とし、一方、北米路線ではデルタ航空との共同事業を拡大し、強化する計画で大幅に路線を再編する。フライングクラブを運営している。かつては競合会社であるブリティッシュエアウェイズがスターアライアンスと競合するワンワールドに加盟していることもあり、以前は 大株主、シンガポール航空など、スターアライアンスの加盟会社が多かったが、エールフランス KLM との共同事業、拡大契約以降、スカイチームよりの提携になってきている。ただし、バージンアトランティック航空自身は、いかなる航空連合にも加盟していない。バージンアトランティック航空に登場して、シンガポール航空のクリスフライヤーにマイルを加算すれば、 スター・アライアンス・ゴールド・会員になることもできる。提携先のニュージーランド航空は、系列会社バージン・ブルー、パシフィック・ブルー、ポリネシアン・ブルーの競合相手である。そのため、事情を知らない、ニュージーランド航空の国内線、グランド・ホステスからは、フライング・クラブカードを提示する際に拒否されることがある。2003年に ANA とマイレージプログラムで、提携開始。2009年8月3日より、 ANA と成田ヒースロー戦でコードシェア提携開始。ありがとうございます。